仕事もあるつめたくしてもあお寄り添う気持ちからはいいのさ俺にしてみりゃこれが最後だいたあれまだ続いて歌の息をもしもさ目を見りゃつれなくて人に言えず思い出だけが募れば言葉に詰まる余着衣は終わりなあれまだ雑炊笑ってもっとベイベーで無邪気に甘い前映ってもっとベイベーで素敵に言いなさい雑炊涙の日が落ちるあれまだ雑炊あれMy love, so sweet. こっちの方は梨の産地みたいですね。白岡が特に力を入れてるみたいですけど、春日部あたりでも盛んに、梨の栽培をしてるみたいですけど、今年の梨はめちゃくちゃうまいんですね。で、まあ梨って言ってもいろんな品種があって、あの時期によってね、最初に香水あたりが出てきて香水になって、こっちだと西玉とか秋月あたりが今出てますけどね。で、産直買いに行くんですけど、まあとにかくその盛んに作ってるもんだから品種ごとに試食ができてさ、食べ比べが、その産直行くだけでね、結構食べ比べができたりしていろいろ食べてみるんですけどね、俺は好みは軟水っていう品種が好きなんですよ。南に自ら甘みが強いですね。で、えぐみみたいのはすごく薄い、他の品種に比べると。だから梨特有の味はそこまでしないかもしれないですけど、かえってまあ食べやすくて、出来のいいのはみずみずしくてね、とても甘くて美味しい梨なんですけどね。まあ、いずれにしろ今年は梨の出来が良くて、すごく2人で多分もう10個以上食べたと思いますけど、ハズレが1個まで全部大当たりで、どれも美味しかったですね。桃も良かったですけど、ぶどうは今年はもう一つなんじゃないかなって気がしてるんですけどね、なんとなく。梨はとにかくどれ食べても美味しいですけど、その中では特に、南水っていう品種がおすすめなんで、今日の夢は梨の南水につけたいと思います。また明日。